にちは。こんにちは。丸を触ったので手を洗います。はい。何も触ってないけど手を洗います。よし、今日は何作るんですか。今日はですね、はい、あれですよ、カルカン作ります。カルカン、カルカン知ってますか。猫の餌って言ってたやつ、ね、そうですね、はい。でそのカルカンをっていうか、はい、カルカンっていうあの鹿児島名物かな、うん、のお菓子で、はい、なんだろうね、蒸しパンと饅頭との間みたいな、知ってます、うん、あれを作りますね、はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。山芋、はい、を使うみたいな。へえ、あれ山芋でできてるんですね。うん、山芋でできてる。あと半分は優しさらしいけど。あ、そうなんですか、うん、じゃあもうそれだけですね。材料それだけね、半分の優しさがね我々にあるかどうかっていう問題で。確かにないかもしれない。あと薄力粉とかですか。なんだっけな、強力、はい、上新粉。上新粉、あ、上新粉、こっちなんかあった気がしたな。上新粉とあんこの卵白一個分。お、あんこ上新粉、卵白、ね、卵白1個分、卵白1個分、卵1個、あとは砂糖を大量、水ぐらいですかね、うん、これだけなんだ。へえ、これどっちかっていうとあのカスタードの方が好きです。あカスタードです、はい、あカスタードもあるから作れるよ、はい、カスタードカルカン。おお、カルカンマンが来た。カルカンマン初めて聞いたぞ。カスタードもやってみますか。そうですね、アダ君がせっかくなら、はい、やんやんやん言うんで、はい、やんやんやん言うんで俺も。え、大根じゃないね。長芋か、はい、これ擦ったらいいんですか。はい、はい、じゃあ擦ります。うわー、液ダメ。それ何グラムぐらいの大根だった。大根じゃない。もう大根にしか見えないもん、ここから見たら。この大根は一応310グラム。あー、で、でも100グラムぐらいでいいらしいね。はい、3分の1ぐらい、上手。じゃあ、はい、そして砂糖を100グラム。はい、だいぶっすね。結構入れるね。はい、砂糖100グラム。はい、とりあえずこっちに入れておきましょう。はい。で、砂糖を2回に分けて加え、はい、ホイッパーでよくかき混ぜると。ホイッパーとかそのハイカラな名前つけてから、ね、混ぜ機です。FP やろ、FP。混ぜ機です。いや、これも FP、ホイッパーね。よし。2回。HP？ うん、2回って9対1ぐらいにいいのかな。で、あと蒸し器とか準備したんですか。じゃあ、あ、そうっすね、お願いします。火つけときますね。じゃあ、はい、お願いします。よし、はい、メレンゲの気持ちになって作ります。はい、嬉しい。落ちたけど洗いません。おし、俺の足に当たりましたよ、それ。めっちゃ洗おう。じゃあこれやっていきます。おお、この金属が擦れる音がね、たまらないんですよね。いい音ですね。なんだっけ、AMM じゃない、ASMR。 あ、角が立ってる。角立ってますね。角立ってるね。じゃあ角立ちました。はい、これが角田博です。角田博、はい、相中に星を星ください。失礼します。はい、角田博をどうするんだ今度は。メレンゲですね。メレンゲを、それを、さっきの、うん、に入れて泡立つように混ぜる。はあ、はい、もう泡立ってますけど。で、どっちも泡立ってるよね。はい、ベラで入れてって、ベラで。ベラで、うん、全部いいですか。全部いい。はい、なんか他ので見たところでは、はい、なんか一家に分けてって書いてあったけど、これは書いてないんで多分いいんだと思います。はい、泡立つようにって、もう泡&泡で。すごい泡です。確かにこうやってふっくらになるんでしょうね。うん、ふわふわが売りやすいですね、あれは。で、ちょっとしたらもうカルカンじゃないんでしょう。はい、よし、はい、いいんじゃなかろうかと思います。はい、それを、に上新粉を入れます。上新粉 100g、 あ、結構入れるんだ。上新粉ゴムベラでさっくり混ぜるらしい。お、さっくり、うん、しっかり混ざってなくてもいいんだって。へえ、じゃあ入れますか。はい、 100g ですね。ちょっともう一気にそこに行くのはちょっとびっくりしたでしょ、今。トラマさんびくってしたでしょ。びくってした。おお、もう入れよる。さすが畑、これがいい。
はいはい、よし、はい、オッケー。でこれをもうなんかうん、ベラで混ぜるらしいけん、でさっくり混ぜる。これが米粉なんですか。うん、上新は米粉やね。うわーすげー、なんかなんだろうね見たことないね、あんまりこれ。なんやこれ、うん、すげーなんか気持ちいいよね。ふわってしてますね、うん、本当に。水は 100cc です。 100cc を4回くらいに分けて加えてしっかり混ぜる。で100cc を、はい、1回しっかり混ぜた。さっきさっくり混ぜたばっかりなんで、うん、これはしっかり。こんぐらい、はい、なんで4回なんだろう。分からん、5回でもいいのにねはい、よし、はい、じゃあこれを、はい、あのカップケーキの、はい、なんていうのそれは、カップ、カップ、カップケーキのカップに入れていきましょう。はい、もうちょっとで入れるんですかそれ。うん、そのまんま入れすぎみたいな、はい、入れていきます。うわこうやってできてるんだ、カルカンは。あ、あ、あ、これぐらい入れて、はい、あれを、あ、あんこを、危ねえ、あーって言って、完全にあんこを、あーって言ってた。に、3分の1くらいまで、半分ぐらいまでやっちゃったな。大丈夫でしょ、うん、ワッツ入れてよかいですか。ワッツ入れちゃって。宮崎はワッツって言うんですか。あ、危ねえ、カスタード。あー本当に、いろんなもの忘れてたねこれはもう、はたくの好みで、はい、何個作ってもいいですよ。やったぜ。で、この上からまたかぶせるように、はい、かぶせ職人で、かぶせ気味に、うん、よし、はい、じゃあこれを蒸していきましょう。はい、もう入れるんですかこれに。もう湯気はだいぶ増えますかね、はい、15分蒸す。15分、キャスで、はい、あ、熱い、あ、大丈夫、鍛えたから、鍛えたし、はい、まあね、食堂行ってた少林寺ではね、こんなんで普通だよよし、はい、はい、お願いします。お願いします。ブルーイン、はい、はい、15分、じゃあ15分待ちます。はーい、2、1、締めた、はい、完成、はい、はい、これで蒸し上がったらもう完成なんですか、うん、いや、冷まさないといけないけど、冷まさ、そんな時間はないよ、はい、ちょっと開けてみますよ。はい、オープン、オープン、おお、お、すげえふわふわだ。ふわふわになってるのかなこれ。なんであそこ、ちょい、あ、カスタードか。あー、出てきてんのかへぇ、できましたんだですね。はい、じゃあこれで取りましょうか。それでいけますか。いや、もう熱いっすか。大丈夫、いけます。はい、すげえ、でも見た目なってるな。うん、これクリックリ入りですね。湯は入れたクリキントンですね。でカスタードってどうだろう、あったかいより冷たい方がいいから。まあまあまあ、いい、そのまま、はい、よし、はい、じゃあ出来たてを食べるってこともないでしょうからなかなかないでしょうからね、うん、食べてみますか。はい、じゃあ普通そのまま出すとかしなくていいんですか。そのまま行くんですか。あー、出すね、多分。あ、でもすごい、お、カルカンっぽいっぽいですよ。そっち、そっち、あ、受けた熱い、やばい、熱いし、ひっついてる。あー、じゃあ、お、カルカンだ、はい、完全にカルカン、完璧ですね。なんか、本当は自然薯と、はい、カルカン粉あっていう名前のやつでやるらしいけど、はい、別に全然ね、カルカンだね、上新粉でもなってる、うん。なんかでも最近あの草団子も綺麗にできたもんね。そうですね、あれめちゃくちゃ綺麗やってるんですよね。あっ、和菓子慣れてきた。お、次は何作りますか。羊羹ですか。いいね簡単なのわかった。お、レインボー羊羹。うわっしレインボーにすぐ意味はあるのかな。ある、和菓子界を変えるそれでは、はい、食べてみますか。食べましょうかね。手でつまんで食べるのかな。めっちゃ熱かったですよね。箸で食べよう和菓子は箸で食べたらいかんの。そんなことないよね、はい、じゃあお箸で食べます、はい、お茶菓子、はい、いただきます。
おそらくこれはあんこかな。あ、カスタードやった。これどっちもカスタードや。うんうん、あ、カルカンです。うん、なってます。しかもうまい。うまいですね。うん、あ、こんな味だったっけ。うまい。無理やヘアセンカー。うん、ボン、ものすごい強くて、ものすごい強くて、やばー、あんこがものすごい味。やってしまったこれ、もう舌焼けたバターンや。カスタードも食べたいな、うん、割ってみましょうか、はい、お、うわ、100% 熱いやつやん。やけどするやつやん。じゃあ半分もらいます。はい、 100% でやけどするやつやん。頑張るぞ。うん、うん、大丈夫、大丈夫。うん、溶けちゃったね、なんかね、うん、MK でこんぐらいの厚さで出てくる。へ、えー、あ、うまっ。うん、白いたい焼きみたいだね。うん、もちもちしたですね、本当に。あ、うまっ、うん、カスタードうまっ。うん、正直2人でもそんなね、カルカンをね、好き派じゃなかったんですけどね。本当、行ったらお土産として俺カスタードのしか買わなかったから。いや、自分たちで作ってみたら、うん、美味しい。意外に美味しい。ちょっと見方が変わったので、はい、今度また俺、なんかね、鹿児島行った時に買おう。メニューとかでね、はい、買ってみたいね。薩摩蒸気屋で買おう。うん。じゃあ、皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。美味しいです。うん、超美味しい。うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。